はい、では続きいきましょう。ポトフができるまでに行きます。ベルを鳴らす、え、今はベルを鳴らせない、なんで、いけた、よいしょーい。ビルドレベルが2になりまして、スクルトの呪文を覚えた。ほう、住人たちが城作りに参加できるようになった。来た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 、めっちゃ来た、兵士が戻ってきたぞ。おお、そして新しいレシピを思いつくパターン。おお、来たね。おわ、来たね、縄文。おお、お風呂、兵士用マネキン、煮込みの大鍋、鎧の置物、ほう、バリケード、大弓。おお、なんかちょっと懐かしさを感じるな、大弓。ビルダーの金はない、みんなのものづくり欲がまた一つ上がったようだな。よし、建築を手伝ってくれる、君と一緒に城の設備を作れるよ。鉄の縄文に槍立てラック、大弓まで思いつくとは、これからの激しい戦いを予期してのことじゃな。鐘の音を聞いて去っていったかつての兵士たちも戻ってきたみたいです。一部の兵士がスクルトの呪文を覚えたようだ。これで戦闘中に守備力を上げられるな。すげえやん。得意げ。いやでも別にまあ兵士がほとんど戦ってないですけどね、現状はね。不思議な音に導かれて城の跡地に戻ってきてみたら、まさか戦争が再開されたのですか。そうじゃ、ビルダーである勇者のおかげでの。ビルダー、教団の敵ではないですか。陣地内にそのようなものを入れるとはなんと恐ろしい。しかしハーゴン教団の推しを信じる我らにとって戦い続けることこそが唯一の道。これから城に戻り、王と共に戦いましょう。どうかよろしく頼みます。 OK、 7人分やもんね。みんな一応銅の剣は装備しとるっぽいな。ええでしょ別に。あとはもう大弓とかで何とかしてくれるから大丈夫と思うけどね。ただ大弓は多分まっちょく飛んでいく感じやから、これでハーゴンと戦っていけるよ。よし、もはやこれまでじゃもうこのものづくり欲を止められん。わしも教団を抜けビルダーになろう。お、ジロームさんが、私もです。よし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 、どんどん来てるどんどん来てる。いやいや、君は確か最初の金できた。俺たちの目が覚めた。これからビルダーとして勇者のものづくりを手伝わせてもらおう。よし、みんなでものを作るのだ。ハーゴン様の教えを破り、みんながビルダーになるなんて、そんなこと許されていいのか。うるさい、お主たちも今すぐビルダーになれ。これは王の側近たるわしの命令じゃぞ。あ、いけねや、これみんないけねや。今後設計図で何か組み立てるときは収納箱に材料を入れてくれれば僕たちも建築を手伝うよ。ハーゴン軍の戦いはこれからだ。まずは何とかして陣地を包囲している先兵部隊を撃破しよう。 OK、 ポトフをくれんかの、まだ言うてんのかお前。魔法研究所を作ってくれやないけど、じゃあ例えば収納箱に入れたら魔法研究所作り出しよるってことなのかなあ。ちょっと待てよ、それは分かんないですね。試してみるか。そういうことを言っているのか。丸クッション、はい、放浪、試してみるか。いやー、それはやりおらへんような気がするな。それは関係なさそうな気がするな。なんとなくですけど、一個これも作ってみよう。まっちょく飛ぶならあんま意味ないんですよね、正直ね。試してみるか。入れた場合どうなるかっていうのね。いやー、なんか絶対意味ないような気がするなこれ。やりおらんやろ。そういうことじゃないでしょうね多分。そういうことじゃないんやろな。よ、ポトフ OK、 はい、ポトフ OK、 よし、食え食え、ポトフを。もったりとしてねっとりとして、それでいて上品で、なんとうまいポトフじゃん。体力や満腹度が大きく回復するだけでなく、
攻撃力も上がる上たくさん作るというよりぞ。難しいもん。スパイね、お主を信じてくれようの。またスパイの話か。一緒に戦うやつを疑って面白いのか。もしかして指導のこと、指導のこと言ってんじゃん。気配としてリクかアネスタか王様かもしれん。ああ、もしかするとわしの可能性もあるの。知らず知らずのうちに魔物になっておったとか。兄さん、どうかしまったのか。なんなら治療室に運んでやるぜ。もし陣地の中に魔物がおるなら、真実を映すというラーの鏡があれば正体を見破れるものをの。来た、それを作るのか。ラーの鏡はゆくゆく作るんやな、多分。よし、じゃあ諦めてこの辺り回収して、さあ作りますか。部屋を細かく作るかね。よいしょ、それが一番楽です。全然部屋認識されない。こうか。よし、大きい焼き部屋、まずここでいいかな。じゃあどういう配置でやればいいのかちょっとよくわかんないですけど、置きゃいいんでしょうけど、ちっちゃくおろ。魔法研究所、こん簡単やな、おい。簡単っすわ。うわ、わら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 、もうわわわわわわ、もう来すぎ来すぎ。はい、作りました。人々が物作りを手伝ってくれるはずだ。今までより早く物を作れるようになる。あ、これで手伝ってくれんねや。君の相棒の指導とは付き合いが長いのか。私はムーンブルクの将軍としてさまざまな兵士を見てきたが、あんなに強い戦士には出会ったことがない。ただ戦争は規律が大切だ。身勝手な言動は味方全員の危険を招く。指導は欠かせない戦力だが、あの無鉄砲さが気がかりだ。君がうまく抑えてやるのだぞ。はい、わかりました。まあもともと悪の化身やからね。この気配はバトルっすか。すごいことになってるけど、すごいことになってますけどすごいことになってる、マジで。バトルではないのか。気配がしただけか。勝手にレベル上がっていく。すげえ。オッケー、うん。そして何かを思いつく。イエーイ。わあ、来た、炎の剣やって、かっこええ。ちょ作りたいわ。それもしかして魔法の武器かな。そういうことか。作ろう。これはちょっとかっこいいぞ。爆弾石がいるで。ちょっと待って、爆弾石欲しいやんけ。どこにあんの、そんなもん。そんなもんどこにあんの。欲しいよこれ。めちゃくちゃ欲しいがな、爆弾石。次は誰。あ、やっぱりここや。バトル行きますか。鐘の音に釣られやがったのか。ハーコークの連中がやってくるみたいだぜ。今まで感じたことのない気配もある。どんな奴らが来るか楽しみだな。ちょっとだけ待って。いや、一応大弓作ったやん。試しといてもよくない。どういう飛び方するかだけでも確かめてよくない。感じなんや。ちょっと置くだけ一旦置いて。やっぱそうやんなやっぱそうっすよね。これあの真横に飛ぶだけなんすよね。だから潰されるんじゃないかな。意味あるかなっていうね。あっちほら高さがね。まあまあ一応置いとくか。一応、うわうわうわ、ここに生肉があるってことは入ってきよったやつがおるな。
入ってきとるやん。ちょっとイカれてるやん。まあまあまあいいかいいか。ちょっとイカれてますやん。よし、やるか。勝負勝負。戦う準備 OK です。新しい敵をちょっと見たいですね。どんなもんか。さあ指導暴れてくれ。俺たちはちょっと上から見ますかね。恐れおののけ。お、どこ出てきてんねん。おい、そこ出てきたら飽きませんやんか。話が違ってくるから。だから中入ってきてもうてるからね。これ恐れおののけ腕もちゃうからね。これ中入ってもうてるんやもん。これそれはないですわ。僕はここに置くしかないよね。スンスンスン、やめやめ。スントロール様。あとはまあ、うわでかいやつおるわ。でかいやつあかんって。そっち行ったら入ってきよるよ。そっちあんまよくない、そっちあんまよくない。入ってきよるよ。でかあいつマジで。誰撃ってんの。撃っとる撃っとる。どこ向けて撃ってんのお前は。お前何してんねん。ここここ逆逆逆逆だから打点がもうもういろいろくちゃくちゃもう。オッケー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 。まあまあまあいいやまあいいやまあいいや。オッケーオッケーです。いろいろと問題があったぞ今。ハーゴ軍の連中を倒すのはいつも以上に手応えがあったぜ。シドウさん、あなたの戦いぶり感動しました。これからあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。よっしゃ、兄貴と呼べない気持ち悪いがついていきたいならキスをしろ。違う、好きにしろ。それはそうと敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる。いや魔法攻撃はどうでもいいのよ。中に入られてるっていうことがまず問題なの。奴らの魔法は今ある城壁もデインバリアも飛び越えてきてしまう。奴らの魔法を防ぐためにもそろそろ城門を作らなければならないな。作ってるんですよね。敵の攻撃で城の一部が破壊されてしまったの。ビルダー修復してくれるんですね。ちゃうんすよ、全然ちゃうんすよ。話聞いてます僕の話を。もうね、先手取ってやってんのよこっちは。まあまあ城壁をここから作ってそっから入ってこないっていうことになるんですよね多分ね。待って待って待って、城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な城門作りを進めたい。よし、城門のレシピを書けってことだよね多分。よし、城門の設計図を書いてくれ。これ作ってしまいましたからね。すっ全然見えへん。もう向こう側なんやな多分。何も見えへん。うーわ本格派。うー、これはもう勝手にやるやつやな。任せていいよねこれ。大弓もね、なるほど。僕たちの出番が来たね。よし、建築はビルダーになった僕たちに任せて、勇者には建材集めを頼みたい。オッケーオッケー。今まで大きな建築をするときは仲間たちが建材を集めてくれていた。だってすまないが僕たちはビルダーとしては未熟だ。建材集めは君にお願いしたい。めんどくせえ。収納箱に城の壁やその他の素材を入れてくれれば私たちも建築を手伝います。まず大理石を集めて城の壁をどんどん作ってください。城の壁はざっと800個は必要です。はい、オッケーです。持ってます。大弓や鉄の縄文は収納箱に入れてくれれば私たちでも置けますが、勇者さんが置いてくれてもいいですよ。よし、オッケー、分かった。建材の供給ね。オッケーオッケー、任せろ。分かったから分かったから任しとけ任しとけ。皆まで言うな皆まで言うな。箱に叩き込んでいくわけね。どの箱にします。どの箱でもいいのかな。どの箱でもいいんですかね。箱一つ用意しますか。まあ、ほんま言ったらこの作ったところの真横が一番いいねんけど、ここわちゃつくもんな。
いいんかな。わちゃつき、だいぶわちゃつきますけど、わちゃごない、わちゃごないになりますけどね、常に2台になりますけど、いいんかな。ざっと800個、はい、ここに取りに来おるかな。取りに来とるっすね、取りに来とるね。うわ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 、わちゃついてる、わちゃついてる、やっばー、これどえらいわちゃついたわ。これが51、あと1個って言われてるけど、よ大理石変に使い切ってしまいましたからね、微妙に足りるかな。はいよ、全部大理石やね、まずいな。大量に取っといてよかったっすね、めちゃくちゃ早いわ。あとは、はい、OK、こんだけですか、こんだけっぽいっすね。どん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 袋に何か入ってくる。結かな、こんだけかな。はしごと階段、はい、オッケー、おしまい。全部入れたけど、とりあえずうわ持っていきよる、持っていきよる、どえらい、どえらい持っていき方、うわ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 、みんな持っていきよる、持っていきよる、すげえすげえすげえ、どえらい持っていき方しましたけどね、今笑ける。うわ一回潰されてるわー、悲しいわー。ですよね、まああんまり触れん方がいいですね。一回俺が作ったやつ潰されてんのよ、寂しい気持ちになるな、これすごい寂しい気持ちになるな。ガッサン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 、すんごいすんごい、ガッサンガッサン、あー俺が作ったやつやられてるわ、全部やられてもてるわ、悲しいですね。手伝うこともないみたいな感じですもんね、なんかあんま手伝うこともなさそうですわ。まあまあほっとこうか、怖い怖い怖い、入ってこれないんですか。これどうなんだ、撃ててる、撃ててます、これ。俺が穴閉じたせいでこれ飛んでない、俺のせいですよね、これ多分飛んでないように見えるんですけど、後で直してくれるよね多分。なんか俺が悪いみたいな感じなんか誰やこんなとこ やったみたいな感じで言われてるように聞こえるんですけど、すごい辛いんですけど、いや僕もさ良かれと思って、まあ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 いいか。よし、じゃあ何して待ってようかな、何するもないのよね、もう別に。まあ、できれば爆弾岩は探しに行きたいんですけど、お風呂でも作るか。じゃあバスタブ、そんなんですよ。
俺になんか残されたことってそんなんすよ。よっ、おしゃれなランプとバスタブとね、バリケードどうなんやろ、魔物よけの柵、タオルと、ね、あとなんか作れそうなのもあるかな。言ってきそうなのはこれ、訓練所作ってくれみたいな言われそうですよね。なんやのこれ、バキの部屋にあるやつ、バキの地下にあるやつですよね。これ以外こういうのかな、言われる前にちょっとやっといてみようか。言われる前にやるというね、えらいちゃんとしてます。ちょっとこれ返してくれへんかな、ここおかしなってるよ。すげえ、ちゃんと綺麗になる、ちゃんと綺麗になる、ほら今は壊れてるんですけどね、綺麗になる。よし、どうしようかな、この辺も一応なんか風呂繋がってんすよね、繋がって部屋が繋がっちゃってるから、なんかいきなり風呂作るの変なんすよね。変なような気もするんですけど、ここにしようか。雪めっちゃ降ってるけど、雪めちゃくちゃ降ってるんですけど。これお風呂にならんかな。小さい空き部屋の豪華さが上がっただけか。これお風呂とは認識されないのか。何かが足りない、壺とかかな。なんか風呂と認識されてほしいですけどね。トイレになって思った、トイレちゃう、トイレちゃう、壺置いたからや、トイレちゃう。なんか適当にじゃあ招きも置いてみるか。どん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 おかしなってきたよ、この部屋が。何とも言われないですね。空き部屋扱いやな、これ。あ、なんかやっとる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 。訓練しとるわ。まあ、ゆくゆくなんかの部屋になるかもしれんから、レシピさえ分かればいけるんですけど、別に。レシピ分からん以上、どうしようもないな。OK。食うとる食うとる、何勝手に食うてんねん、何勝手に取り出して食うてんねん、何入れてんねんこんなとこに、勝手にこんなとこ、ここからやっとるわ。もう箱あれなんすね、もうテーブルとかがないから直食いやで、かわいそうや。キッチンというか食卓的なものがあればいいんでしょうか。なんかあまりにもかわいそうやな、これは。これは若干かわいそうな感じがしてきました。せめて座って食べたいよね。食い散らかしとるわ、食い散らかしとる。なんか違うぞ、
ちょっと待って待って、違う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 、俺の思ってる感じと違う、両方ともテーブルやこれ。待って待って、ここ座ったらとりあえず、なんかいまいちやな、お皿みたいなのが必要なんですよね多分。もう何も作れないんで、多分なかったっすよねそういうの。いや微妙これ、こいつらの生活は全然豊かにならないな、全く豊かにならんなこいつらの生活は。戦うだけが人生やからこいつらの。いや、よっ、無反応。あーなんかでも飛んできてるな魔法が。あーまあまあまあ防げてるっちゃ防げてる、撃っとるけどほら開いてないから、めちゃめちゃ恥ずかしいことになってる。これも俺がほら、俺のせいじゃないこれ全部。ごめんマジで、じゃマジこれ申し訳ないわ、意味ないっすもん。これこれ完全に俺のせいなんすよ、こうですよね多分。いやこれ完全に俺のせいや、やらかした。これもうないもん、これもう見えへんもん、ここでしょ多分、ここか。ほんじゃやったわ、完全にやったわ。はしご、申し訳ないとしか言えへん。これ開けます、開けますよ、ここここか。マジでこれだいぶ奥やぞ。これが正解ですよね多分ね。ええやんな、じゃあもうあとなんかちょっとこいつに任そう。ごめんなんかいらんことした、ごめんね、マジいらんことしたわ、反省しかないわ、マジで反省しかないです、反省の心しかない。わすげえすげえ、上も行ってる上も行ってるわ、すごい、こんな頑張ってくれてんのに俺はなんてことを。教会っぽいなここね、えらいこの辺は潰れたやつが多いですね。よいしょ、さあもう少しで出来上がるのかな。結構待ってますけど、皆さんこの奥まで取りに来てるから効率が悪いんでしょうね、ものすごい奥まで取りに来てますから。いや離さないです、離さないです、作らないです、中見たいんです俺、開きたいんですけども、全く受け付けへんこれ、みんなが開けてるから。階段をちょっとだけ欲しいです、はしごも、階段をね多少継ぎ足したいところはあるのよ。こっちが城壁付近はみんなやってくれてるから、ここっすよね、雪だらけやなここ。
いいね、上がってきた。ここもね、ぶっ壊れてます。まあ、直しよるんやろうね。おそらく直しよると思います。すごいスピード。おお、素晴らしい。あー、やっと食い物が充実してる。マジで嬉しい。すげえ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 、はえーはえー、ロックマンみたいになってる。おるな、向こうの奥の方にトロールがおるね。動画としては次回行きましょうかね。一応これで 100% になると思うので、もうあとしまった、呼んでしまったせいで、呼んでしまったせいで、行ってきて、はい、行ってきて、もう何しょうもないこと行ってやって、もうあんたが呼んだんやあんたが呼んだんやと言われかねへんけど、じゃあ行って、はよ、もう夜通しやって、精神統一。あいつあのとこ何しとんの、王様。あの右のあたりも多分直しよると思うんすけど、このさ、デインバリアもうほとんど意味ないじゃないかね。これどうなんでしょうね、デインバリアの置き直し、デインバリア置き直した方がいいんじゃないかなっていうのがちょっと自分的に思うんですけど、あんまみんなそのことには触れないというか。完成間近っていうことでいいのか。あとみんななんかわちゃわちゃしてるけど、どこ作ってんすかね。あとどこ作ってるんやろ。あー、もうあそこだけや。すげえ、下はこれ作ってるふりや。この上っすよね、作っとんの。ここや。おーおーおお、あー、なんか素材取りに行ったんかな。あ、ごめん、違うわ、ごめん、俺全然わからんから。もうこれやね、この素材や、角を回ってコンコンやね。多分今ね、取りに行っとるから、遠いとこまで取りに行っとるから。あれ、素材足りてないのか。あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた、持っとる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 、帰ってきた帰ってきた。あれ、あっち行った。あれ、あー、上がってきた上がってきた。いや、ほんまにリアルですね、なんかまんまなんですね。あーっしゃ、できたー。すげーいかつい。ほとんど何もやってないけど、ムーンブルク城再建達成、やったぜ。うわ、かっこいいな。いや、サイドの辺ぐっちゃぐちゃやけど、前だけっていう、あと屋根スカスカなんですけど、スカチューンなんですけど、雪降りまくってるけど、そういうのがいいのね。お前がいいって言うならいいんやろ。よし、城の形が整った。城門の完成で陣地は確保できた。陣地の拡大はここまででいいだろう。これで名実ともにここが我らの城だ。そしてこの城門なら妖術師の魔法攻撃も中に届かないだろう。うん、完璧やね。東京はね、デインバリアは敵が侵入した時のために今の場所に残しておくといい。もちろん君の好きな場所に置き直してくれてもいいぞ。よし、褒美、褒美なんてどこにあります。この城には食べ物だって足りていないのに。ひとまずこれでムーンブルク城を再建できた。お題は達成だ。こっからや。
畑とかもね、ほんまもっとでかかったらいいんでしょうけどね。OK。じゃあ次回ここからとします。まあ皆さんめちゃくちゃ喜んでるんで、ちょうどいいところで OK。 あ、もう去っていきました。はい、では次回